どうも、なみさん。そして、まいひめ大学をご覧の皆様、即可塾の久保です。2024年明けまして、おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。あの、今年はね、私の方からも、改めて、発信を整理していこうと思います。まず、絶対にビジネスで儲けようと思ったら、YouTube は外しちゃダメです。YouTube をしなければ、もうこれね、取り付く島がないと思いますので、どんなにね、まあ、弱小のチャンネルでもいいんで、YouTube を始めてください。 あの必ずしも私みたいに顔出しする必要はありませんまず YouTube というプラットフォームで自分が発信する放送メディアを持つっていうのが大事なんですよその後で、その後でですよ必ずしも放送しなくてはいいんですけども自分のビジネスや投資の取り組みっていうのをやってみてください YouTube をいつも発信できる状態にしておくもしくは発信に慣れておくってことがこれから40代50代を過ぎた人の人生そのものを救ってくれます これはね、受け合いですんでね。慣れてない方は、まあ、TikTok とかね、それから Twitter とかね、いろいろと動画の発信メディアあるんですけども、まずは YouTube をやっていきましょう。YouTube で稼ぎたいと思いなら、私の方がね、しっかりと YouTube で稼がす、そんな道を引いていこうと思います。それがまず一つ目ですね。はい。そして二つ目なんですけども、ここに来てね、暗号通貨。これやっぱりね、手を出していきましょう。今までは積極的に、私はね、 暗号通貨に対ししてお話をしなかったです、まあ、暗号通貨で、ね、資産を築いた私でもそれはたまたまだということで今まで議論を避けていたんですけどもたまたまではないんですよちゃんとこれですよっていうふうに根拠を持って高い確率で当てていくことができるんですよそこに避ける資金と購入する単価のバランスを考えていくことも大事ですでみんながビットコイン買うからといって自分もビットコインを買えばいいと思うんではないんですよ違うんですよやっぱりねここにもね ある程度逆張りってものがあって見向きもされてないコインっていうのが将来値を上げるだろうという根拠をやっぱり探っていくつまり情報を取り続けることが大事ですでも多くの方は情報を取る時間がありません私は時間がありますですので暗号通貨の情報をギュッと集約してこれでいきましょうってものをね毎月1個お知らせしておこうと思いますまだまだ本来なら、ね、仕込めるものとかは結構あるんですよただあんまりねあれこれと手を出してもいいもんでありません まあ、1ヶ月に1コイン、それも1万円前後で購入するドルコスト平均法みたいな形で、1年間でそのうちのいくつかが当たれば、資産としては十分取っていける。まあ、そんな形のね、暗号通貨の放送を目指していこうと思います。これはね、私が2014年から始めた暗号通貨で、とにかく当てまくってきました。でも、今まではずっとたまたまだって言ってましたけども、ちゃんとね、当て方があるんですよ。これをね、少しずつお話ししていこうと思います。一発目は柴犬コインです。 50万倍になりましたね。あの芝居のコイン。これが来ると思いますね。はい。そしてですね、3つ目は、株1年生ということで、今まで株に手を出したことがなかった方でも、株の優待券なら、薄い利益を取っていくことができるんですよ。そして、いざとなったら手持ちの株を売って、資金回収ってこともできます。ということでね、これも、1万円以下とか、高くても10万円以下で買える株ってものを、やってみてね。 で、狙うのはその優待です。優待は必ずもらえますから。優待最低条件でもらえる株を購入する。その購入単価が高くても10万円以下。まあ、1万円以下のを探していくってそんなプランでね、月に1個、これも買っていこうかと思いますえ。そして3つ目なんですけども、当然ですけども、ポイントサイトや、私の方から寄せられる、あの例のね、お得情報ですよね。タマホームなんてのはね、2万円もらえるわけですけども、まだやってますからね、延長してね。ですんで、新年、 早々はまだやってない方はタワーホームから仕掛けていきましょうその他住宅展示場モデルルームモデルハウスの見解では身分証明書もいらないし年収証明もいらないしただ自分が行くだけで3千五千5 0 0 8 0 0 0ともらえる案件が常にありますんでこちらの方を狙っていきましょうはいそしてまだまだね儲け方については言いたいことはあるんですけどももう一個だけいきましょうかエフクスですねやっぱエフクスを置いてないかなと思いますその確信は年々強くなっていきます 私も当然ですけども FX を始めた年っていうのはズタボロでした。2017年のことですよね。まあでも2年目からだんだん知識と経験が整っていって、その中でやってはいけないトレードとね、やるべきトレードっていうものの優先順位がつきました。その優先順位の高いところから順番にやっていけば、利益を確保しながら力をつけていくことができます。この道筋をほとんどの方があ学んでいないし、教えてもいないんですよね。結局私から見ると、 適当なことを言ってやってたまたま当たった人がいるみたいな FX のコミュニティばかりだなっていうふうな評価です。私がものすごく信頼してた FX のコンサルの人とかも結局は対策がなかったっていうことをね、今なら結構わかります。自分ができるようになってきてわかります。ハリボテか、それから本物かっていうかね。それからツールを使うのは具の具ですよね。FX のツールってのは勝てない人が使ってます。裁量ができない人が。ね、で、裁量ができない人が売ってます。 しまいには裁量ががでできない人が作ってますでしょだから勝てる予想一個もないんですよ、うん。だから私はツールは基本的には NG かなと思ってますね。はい、そんなところで何ともね投資の話ばかりになってきましたけどもでも根底にあるのは YouTube でビジネスを構築するってことです。YouTube で集客して YouTube で商品を作って YouTube でセールスをかけていく。だからなんですよ。YouTube がまず一丁目一番地。稼ぎの第一歩は YouTube だということになります。 はい、その他に、えー、様々なねお得情報を随時お届けしてまいり,、えー、ま,いりますのでよろしくお願いしますそれではね舞姫大学特別講義もこれからもねもっともっといいコンテンツにしていこうと思いますんでナミさんこれからもよろしくお願いします改めまして2024年よろしくお願いします